はい、皆様こんにちは、かようまりのでございます。今日はですね、コスパ最高宅建士についてですねお話をしたいと思うんですが、まあ、常々ですね、宅建士というのはコスパがいいという話をうちの YouTube チャンネルでもずっとねしてきた話題なんですけれども、まあ、宅建のなんでコスパがいいかっていうと、まあ、その難易度の割にですね受けられる恩恵が結構高いんですね。宅建っていうのは、不動産売買や仲介で、必ずですね、必要でして、事務所の5人に1人、保有していなければいけないというのが法律上求められていますから、大きい事務所であればあるほどですね、宅建士を、持つ人をですね、とにかく優遇したいということから、宅建手当というのがつくのが慣習となっていると。で、大体これが月、5000円から、3万、中にはですね5万円の手当が出る会社もあるんですね。私が働いていた不動産会社でも、月2万だか3万円の、手当をもらっていました。実際ですね、基本給が20万円とか25万円ぐらいだったのかな、からスタートする、新卒のようなですね時期に、手当でねプラス3万円もらえるっていうのは結構大きかったんですね。なので、まあ、これほどですね、宅建士がコスパいいと思ったことは本当になかったです。それにですね、宅建士って、まあ、試験が1年に1回ですね10月にあって、合格率は 15% ほどあります。毎年ね20万人以上が受けるすごく人気の資格なんですけれども、だいたいね、勉強期間としては1年も必要ありませんし、予備校に通ったとしても、十数万円程度ですから、これをですね、十数万円程度支払ったとしても、手当でね月に3万もらえればすぐに、まあ、元が取れますし、本当にね、そういった意味では取ってよかった資格の、結構ね典型例かなと思っています。もちろん司法書士取ってね人生変わったので司法書士が一番いいんですけれども、そういった難関資格じゃなくて、簡単に気楽にってね、学生時代のうちとかから取っておける資格としては、これにの右に出るものはいないほどですね、最強資格だと思っています。で、その大人気の宅建試験なんですが、実は試験のですね、問題、試験問題、ごめんなさい、試験のですね、5点免除の、制度があるっていうことは皆さんご存知でしょうか。このですね5点免除の制度、宅建士の試験受けたことある人だったらね誰でも知ってることを思うんですけれども、受けたことない方に、ちょっとね、向けて5点免除の話をしたいんですけれども、宅建士試験においてはですね、まあ、50問、問題が出るんですけれども、46問から、50問がなくなるというですね、実は免除制度、裏技のようなですねお話があります。ただ、まあ、5問免除されるということで、試験時間も10分縮まるというね風に、時間調整も一応入ってはいるんですけれども、なんと5問ね、免除されるんです。で、これは宅建関係、不動産関係に、従事している人が従業者証明書なんかを提出したり、して、まあ、宅建登録講習っていうのを、1.5 時間、っていうのを受けることによって、まあ5問の免除が受けられると。で、これに関しては宅建登録講習というのは 1.5 万円から2万円ぐらいになっていて、大体3年間有効なんですね。なので、まあ、宅建業を従事されている方はこれを使って、試験5問免除をですね使った上で受験される方が多いので、まあ、不動産業界に、いる方であれば割とですね、より有利に宅建というのは取っていける、まあ、大きい会社だとね毎週のようにですね宅建取れの圧力が強くて、講師なんかが外部からやってきてってこともあると思うんですけれども、小さい会社の場合はね、なかなかそういった勉強をするっていうようなね、しましょうっていうのが社内でなかったりもするので、まあ、ぜひそういった情報を取り入れてですね、自分の中で、まあ、5点免除なんかを使いながら上手にですねこのコスパ最強の宅建士なんかを取ってほしいなと思っています。で、5点免除を使ったらどれぐらい有利になるのかって話なんですけれども、2020年の、まあ、データによりますと、一般で受けられた方、5点免除を使わずに、受けられた方の合格率は 16.7% で、5点免除を使って、宅建士試験を受けられた方の合格率というのは 19.6% ということになりますから、まあ、3% 程度しか変わらないということなので、まあ、5点免除を使って 3% のほど合格率が上がるというのはこれちょっと少なすぎるのかなというような、ね、気はしていますのが、まあ、実際に5点免除を使わなくても、それなりに勉強すればそこはそこまでですね不利というわけでもないし、5点あるからってアドベンテージすごく高いというわけでは私はないと思うんですよね。実際私もですね、まあ、不動産会社に入るために
宅建士を取得しましたから5点免除っていうのを使ってませんでしたが、まあ、当時5点免除っていう制度を知ってね、あの5点もね最初からあのアドバンテージあるなんて、まあ、ずるいというかすごいいいなって思っていたんですけれども、まあ、実際ちゃんと勉強したらねそんなことは特に気にもならず、そのままね、試験に合格しましたね。なので、まあ、皆さんの中でもですね、今学生であるとかそれからまあ不動産業界ちょっと興味あるから転職するために資格取ってみようかなとか、まあ、動機とかっていうのはいろいろ何でもいいと思うんですけれども、宅建ってすごくあのコスパがいい資格ですから、あのぜひともですねあのそういった業界に就職する予定があるのであれば早いうちに勉強してですね、まあ、5点免除が使えるのであればもちろん使って、そういった試験を受けられてはいかがでしょうかという、まあ、そういった動画でございました。はい、ということで本日は5点免除についてね、まあ、お話ししましたけれども、5点免除をね、まあ、使ってあの劇的有利になるかってそういうわけではないんですが、使えるうちは使ってくださいということで本日は以上でございます。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。